花山行事は、福井県福井市、土地泉地区で5月5日の単語の節句に、地区の男児が各自花山を持ち、子供たちの健やかな成長と、火災鎮護、五穀豊穣などを祈願し、統治ため神社に奉納する行事である。1962年5月15日、福井県の無形民族文化財に指定された。花山行事に関する古い記録は残されておらず縁起は定かではないが、 昔、土地泉の地は、兵士の落ちうどの集落で、人々は武士であった思いや誇りを後世に伝え残すため、花山行事を始めたと伝えられている。初めの頃は清掃した大人たちの行事であったと言われるが、いつしか子供たちの節句行事となり今に引き継がれてきた。当初は男児だけの行事であったが、少子化による子供の減少で、2000年から女児の参加を認めるようになった。 女児の参加は1989年からという説もある。毎年5月5日、地区の男児全員がそれぞれ花山を持ち、当地ため神社から村内を一周する。乳幼児も親に抱かれて参加している。子供たちは、ハッピー、ズボン、鉢巻きを身につける。花山とは、青竹を槍になぞらえ、髪型に藁を巻き、筒子、ボタン、藤などの季節の花を飾ったものである。 先頭、中央、後尾は、役男が入り、役男は、年齢順に選ばれる。役男は、ボタンや藤などの季節の花を飾った花の編み傘を、かぶり、腰に刀を刺し、右手に指揮棒を持つ。役男の、花山権限の温度に合わせて、一度も、花山権限と昭和して、行列を進める。境内で行事が終わると、持ち物をめちゃめちゃに壊し、紐や傘を、 神社の前の杉の枝に投げ上げて引っ掛ける。焼く男となると青年になったとされ、翌年から行事には参加しない。当初はサックリを着ていたと言われる。この行事を一回でも休むと災いが起きるという言い伝えがあり、火災予防の行事ともなっている。ありがとうございます。